どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ヒキストリッ今回は小説、えー、歴史の回ということで、えー、百田直樹さんの日本国旗という、えー、本を今読んでおりますので、それを、えーまあ、一部抜粋してですね、ここがいいなと思うところを、えー、僕なりに喋ろうかなと、発信していこうかなという回でございます。えっ、ー、と、前回が弥生時代、 さらっと喋りましたので、まあその続きという感じなんですけどもえっ、ー、とここは古墳時代というくくりでいいのかどうかもちょっとよくわかんないんですよね僕もうんなんかまあ昔すぎるっていうのもあってこっからここまでかこうっていう要は弥生時代と飛鳥時代の間うん多分古墳時代だと思うんですけど言い方は他にもあるのかちょっと分かりませんかえー、まあ続きを読みたいと 思いますす、えーまあ、冒頭のとととこころがちょっと気になるところですね魏士和人殿には日本人の性格や日本社会の特徴についての記述もありますと、えー、そこには、えー「風俗は乱れていない」えー「盗みはしない」「争い事は少ない」とありますが歴史書にわざわざ記すくらいですから、えー、当時の魏の人々にとってこれら日本人の特徴は非常に珍しいものだったに違いありませんと要は日本人ってちょっとやっぱ他の国の民とは 違う特徴があるっていうことで、一見僕らからしたら、盗みはしないとか、争い事は少ないとかって、別に、いや平和だ、平和的なことで、人として普通じゃないって思う方多いと思うんですよ、日本人なら。やっぱ、他の国の人からすれば、それはすごく珍しいことで、争い事するのは当たり前っていう。盗みをするのは当たり前。よく外国とか行った時にね、あの、物はしっかり持ってないと、あの、盗まれるっていう。 平気で普通の人が、あの、日本でいうところも犯罪を平気で犯すと。日本人はそういうのをしないんですね。昔からそういうのがあったという、まあ、一応記述があると言われております。で、もう一つ注目すべき記述は、その会合、これなんて読むんだ座るに起きる。ザキ <laughs> すいません。ちょっと漢字とかね、そういうの、事前に調べてないっていう、えー、不死男女の別なしというものです。 えー、つまり、集会の席では、えー、徴用や、えー、男女の区別がなかったということです。はい。要は、年取ってる幼い、えー、男、女という、まあそういう区別がなかった。女だから下とかね、そういうことがなかった。えー、女性を一段下に見る文化ありませんと。おそらく、儀の人にとってはこれも変わったことに見えたのでしょうと。で、この時代は、えっ、ー、と、山大国っていう言葉が、 えー、出てますね。有名かと思いますが、ひみこです。はい。ヒミコは、義士和人伝に、軌道鬼の道ですね、を使って人を惑わす、えー、従えたと書かれていることから、一種のシャーマン、過去ミコ、シャーマンのことミコっていうんですね。であったと考えられています。もしかしたら、えー、みこえー、ミコだから、ひ日,日の、日ちの日にミコ、ひみこであったかもしれないという人もいます。はい。ヒミコは、2 4十 7年から248年に死んだとされていますが実はこの年に不思議なことが起きていますと九州地方と大和地方でかなり 大規模な日食が見られたのです。これは現代の天文学でも明らかになっていて、日時まで、えー、特定されてますと。月が太陽の光を遮ることで、えー、日食という現象が起こることは、現代では子供でも知っていますが、天文学の知識のない古代人にとっては太陽が突如姿を消すというのはとてつもなく恐ろしい出来事だったと想像できますと。その日食が起こった年に卑弥呼は亡くなっているのは果たして偶然でしょうかと書いておりますね。僕は個人的には偶然だと思いますけど。<laughs> まあそういうことから、ひみこっていうのは、日にちの日にみこ、じゃないかっていう説もあります。はい。じゃあなんであ、あの難しい字なのかと。ちょっと漢字覚えづらくないですかひみこっていう。しかも、なんか、いい字じゃない。いやしいじゃないですか、最初の日なんて。これはね、その漢字が、その、義士和人伝にもそう書いてんのか、要はその漢字で、日本という国をあまりよく思っていない書き記したものが、うん。それでそういう、あえて、 よくない字を当ててきてるんじゃないかっていうのもあるんですよ。それは卑弥呼に限らずなんですけども、他のところにも出てくるんですよね。えー、例えばこう読み進めていくと、えー、漢書、えー、漢字の漢理書をはじめとする古代中国の歴史書には日本は、えー、和と書かれていますね。人弁に、委員会の意ですね、えー。和という文字には小さいとか、えー、従順なとか、 そういう意味がありますが決していい意味を表す文字ではありませんと中国では昔から周辺国の国名や人物にはまあ、あまりいい意味を持たない文字を当てる例がありますと山大国にもじゃ、えー、という、えー、俗字が使われまあ、卑弥呼にもその癒しというねあ俗字って言うんですね付けられていますと 最初は文字を持たなかった日本人も、えー、やがて漢字を習得すると、和がいい意味の字ではないということが分かってきましたと。そこで7世紀中頃から、えー、同じ和という音を持つ、えー、和やかの和ですね。平和の和という字を使うようになりますと。ちなみに日本という、えー、国語が正式に使われるようになったのが、 いつ頃かははっきりしませんが、689年のアスカ・キヨ領において、日本という国語、国語 <laughs> が使われています。ここで一つ疑問が生じます。なぜ、えー、義の人が日本を和と呼んだのかということです。私は義に赴むいた施設が、えー、自分たちのことを和と言ったのではないかと想像します。日本人は昔も今も自分のことを我、わし、我が輩、はい、私、我がわ、はいなど言います。 古い日本語が多く残っていると言われている東北地方の一部には今も和という言葉が残っていますと。そう。青森の人って自分のことを和って言うんですよ。それ未だにそうです。古代中国へ渡った施設がお前たちは何者だと聞かれて自分たちのことを和と言ったのではないか。それを聞いた中国人が記録に和ないし和国と書き、その呼び名が日本に逆輸入されたのではないでしょうか。まあ、もちろん文献が残っているわけではないので、えー、私の推測に過ぎない。 と書いてます。えー、限定的とはいええー、日本初の統一国家となったとされる邪馬台国が後の大和政権になったかどうかは不明ですと。はい、大和大国と大和政権は別かもしれないと書いてますね。まあ、それについてと書いてますがここはちょっと端折ります。まあ、昔のその書物もいろいろありますよ「その日本書紀」とかねそういうのも不自然なものがあるんですよ。 だって嘘書いてるかどうかなんて分かんないじゃないですか昔のものだから絶対本当のことを書いてるっていう証拠もないしなんかやっぱそういう辻褄が合わなかったりすることがやっぱあるみたいなんですよねだし卑弥呼に関する記述が全くないんですってそれも不思議ですよねなぜないのか書きたくなかったのか書くことがすごく不都合だったのか書いたやつが卑弥呼嫌いだったのかとかまあ色々ね理由は想像できますけどもえー「日文石の非」ですね 碑文には日本は和と記されていますが、それが大和政権を指すのか、あるいは九州の豪族を指すのか不明です。えー、原文は漢文であり、えー、その中に、えー、391年に和が海を渡ってくだらとんらと殻を破り、虚民ちょっと漢字がね、本当にわからない <laughs>。 まあ、従えたみたいなことですかね。という記述がありますが、ところが現代の北朝鮮と韓国の、あ、そのくだらというのは朝鮮半島ですね。はい。現代の北朝鮮と韓国の学者たちはそれが気にならないのか、全く逆の解釈をしていますと。北朝鮮の学会は、 391年にはコークリが海を渡って和を破ったという強引な解釈をし、韓国の学会も391年にはコークリは海を渡ってくだらを破り、信頼を救って、虚民としたかな。えー、間違ったらすみません。これまたあり得ない解釈をしてますと。まあ、要は日本がこう、過去の栄光を語るのが、ま、嫌なんですね。うん。こういうことをやったっていうのが、朝鮮人とか韓国人からしたらちょっと気に食わないと。 うん、自分たちがこう従えてたみたいな。でも昔のね、事実なんだからさ、史実なんだからさ、そこは言えよっていう。まあそういうのはね、やっぱあるみたいですね。歴史を変えるのはね、おかしいっすよ。書いてますね。 ここ、かつての歴史教科書では4から6世紀は大和時代あるいは大和朝廷時代と呼んでいましたが近年の考古学研究の進展によりこの時代にはいわゆる統一国家はなくしたがってこの政府を意味する朝廷も成立していなかったという見解が一般的となり同時代を古墳時代と呼ぶようになりましたあ書いてましたねはい。今ではその王朝は大和政権と呼ばれることが多いようですとまあ、古墳というのはめちゃくちゃでかいですね前方後円墳というのが ありますけども、瀬戸内海か。で、古世紀に入ると、えー、大阪の平野の南部に非常に大きな古墓、まあ、要はお墓ですね。はい。があると。こうした巨大古墳は、えー、当時の王朝がかなりの国力を持っていたことの証であり、えー、同時にその王の権力の強大さが伺えますと。前方後円墳が、えー、日本各地に作られていることから、大和政権の力がほぼ全国にわたっていたとも考えられますと。えっ、ー、と、その古墳、 っていうのはすごく謎があるんですけども、それは、えっ、ー、と、発掘調査を勝手にやっちゃダメなんですって。宮内庁が管理してるんですけども、その研究者たちがね、発掘調査をするには、まあ、その認可が必要なんですよ。でもその過去に大規模な発掘調査が認められたケースはほとんどありません。なんでですかね別にそれを荒らすわけでもないのに、ね、過去歴史を知るために調査したいっていうんだけど、認可がなかなか降りないっていうのが現状らしいです。裏がありそうですね。<laughs> <laughs> と、まあ、ま、 えー、他にもですね、まあ、天皇のこととか、万世一慶とかですかまあ、男の子孫を残すとかね。そういう話もいろいろ書いてますけども、まあ、その辺は走ります。<laughs> なんか、ややこしい、難しいんで、まあ、天皇の血がね、耐えないようにするっていうことを、まあ、結構細かく書いてますね。まあ、後にもいろいろ生きていくとは思うんですけども、僕のとこでは走ります。はい。いろいろ書いてますけど。というわけで、今回は、まあ、えーまあま、卑弥呼のとこですね。 山と山大国、まあ、古墳時代っていうのを本当にさらっと喋、えー、りました。また続き喋りたいと思いますので、えー、聞いていただければなと思います。さようなら。